こんにちは。日経ネットワーク編集長の山田です。最新のネットワーク技術を詳しく知りたい、楽しく学びたい。日経ネットワークはそんな皆さんに向けた雑誌です。図表やイラストを豊富に使って分かりやすく、すっきりと技術が理解できます。これからネットワーク技術を学ぶ方も、すでによくご存知のベテラン技術者も、どちらもご満足いただけるように、迷子を工夫し、 頭をひねっています。教科書や使用書に載っている技術にとどまらず、生きたネットワーク技術が学びます。例えば、トラブルやネットワーク構築の実例の紹介にも力を入れています。実例の紹介のために、迷子を当事者に取材して話を聞いています。経験者にしかわからないノウハウを記事で紹介するためです。教科書だけではわからない、現場ですぐ役立つ知恵や知識が 身につきます日経ネットワークの11月号では特集記事として Web ブ,ブラウザーと DNS ルートサーバーを取り上げます。その他にも盛りだくさんの内容です。ぜひお楽しみください。今後の日経ネットワークの特集1のテーマは Web ブ,ブラウザーの最新メカニズムです。以前とは機能や役割が大きく変わった Web ブ,ブラウザーを 正面から取り上げました。Web ブラウザーはもともと閲覧ソフトと呼ばれたように、性的なウェブページの表示が主な役割でした。しかし現在の Web ブ,ブラウザーは閲覧の枠を超えた幅広い機能と役割を持っています。JavaScript を使ったプログラムによって、性的だった Web ページが動的な Web アプリケーションに変わっているからです。執筆は、新里弘隆さんにお願いしました。 GMO インターネットで匿名担当技術分析官として同社のサービス環境の構築運用に携わる一方でオープンソースの数々のプロジェクトにも関わる凄腕のプログラマーですプログラマーならではの視点で最新のウェブブラウザーの真の姿を解き明かしていただきます特集にはインターネットの根幹 DNS ルートサーバーの秘密 インターネットの名前解決を担う仕組み、DNS、ドメインネームシステムの秘密に迫ります。DNS ルートサーバーは、DNS のシステムで名前解決をする際に、まず最初に問い合わせに行くサーバーです。世界中から1秒間に40万ものアクセスが殺到するといいます。それなのに、この重要なサーバーの IP アドレスは世界でわずか13しかありません。これはなぜなのでしょうか どうやって1秒間に40万という膨大なアクセスに耐えているのでしょうか今回は DNS ルートサーバーに関する意外な事実とその理由を丁寧に説明していただきます。こちらの執筆は日本レジストリーサービスの技術者で国内で DNS ルートサーバーの運用に関わる坂口智也さんに執筆をお願いしました。ニュースで理解のコーナーでは 最近起こったネットワークのニュースを紹介します。特に注目のニュースに関しては、その真相などを深掘りし、ニュースの裏側として解説します。11月号のニュースの裏側では、8月下旬から国内の中央艦長や重要インフラ企業を狙って繰り広げられていたサイバー攻撃について取り上げます。このサイバー攻撃は、ゼロデイ脆弱性と呼ばれるインターネットエクスプローラーの未知のバグが使われるなど、 国内向け攻撃では類を見ない本格的かつ用意周到なものでした。その周到な準備ぶりと感染の仕組みから事件の背景に迫ります。現場を知るは事例などを通じてネットワークを実践的に知るコラムを集めました。当事者が語るトラブルからの脱出は実際にネットワークの技術トラブルに遭遇した担当者がどうやって原因を究明し 不具合を解消したかを時系列で示し、担当者の奮闘をリポートする内容です。今回はバックアップの通信量が増えすぎたため、プロバイダーの利用契約に触れてしまったという事例です。当事者は当初、サービスの乗り換えを計画しましたが、いろいろ調査してみると困難な事情が分かってきました。事例で学ぶネット構築術は、ネットワークの構築や刷新を主導した担当者が、 その詳細を明らかにする内容です。今回はワンサービスの移行を機に、ルーター管理サービスを導入するなど、大幅な省力化に成功した建設技術研究所の事例を取り上げます。パソコン10台で始めるアクティブディレクトリー活用術は、中小規模のネットワーク管理者に向けて、Windows 標準のディレクトリーサービスである ActiveDirectory の活用を指南する連載です。 今回はスクリーンセーバーの設定を題材にグループポリシーの上手な使い方を解説します。小さく始める使って覚える無線 LAN 構築ここがツボ。ヤマハの最新無線 LAN アクセスポイントを使い実際に使い始め設計の要点を実地で使いながら理解する連載です。今回からいよいよアクセスポイントを設置して活用を始めます。まずは最小限の設定を行って動かしてみます。 実践で納得のコーナーは自分ではなかなか試せないことを市場で疑似体験できる好評の連載記事を集めています。マニアックな実験でネットワーク技術の不思議を解き明かす久保幸男さんのネットワーク何でも実験室、人気ブロガーの秋道さんがネットの先端技術を解説するインターネットの中身2013、親しみやすい IT 技術解説で定評のある岡島裕志さんと森正子さんの ようこそネットワーク村へキャラクターで学ぶネットワーク技術の3本です。何でも実験室は今回行きと帰りで経路が異なるネットワークで通信がどのように行われるか検証します。ネットワーク拡張時の設定ミスなのでこうしたネットワークができてしまうことがあるそうです。インターネットの中身は今回 IP フラグメンテーションを取り上げます。ようこそネットワーク村へはイーサネットと IP の間にある 超えられない壁を解説します。基礎から学ぶコーナーは、美しいイラスト、コンパクトの解説で読者の疑問に答えるページです。可愛い,い豚さんが登場する美しいイラストで、ネットワーク技術の疑問を解き明かすビギナーズクエスチョンは今回、携帯電話の SMS と E メールの違いについて説明します。よく耳にするけど、今一つ意味がわからないネットワークの技術用語を、 大きなイラストで解説する、イラストで理解するネットワークの言葉は今回、スマートフォンなどの業務利用で必要性が増している MAM を取り上げます。ネットワークでよく使われている定番の技術をコンパクトに解説する、今さら聞けない定番技術は、MTU の意味を解説します。今後の確認テストは、迷子3問、その後の記事の内容をもとに出題します。 これを解くことによって本種の理解度をチェックしたり逆に先に確認テストを解くことで4んべき記事を選んだりすることができます。例えば今ご覧いただいている第1問は特集1、ウェブブラウザーの最新メカニズムを読めば正解がわかります。確認テストの答えは次号に掲載します。そんなには待てないという読者の方は日経ネットワークの e ラーニングを利用する手があります。 e-learning の確認テストは、本種の確認テストにいくつかの問題を追加して作っています。つまり、e-learning の確認テストを実施すると、正解が先取りできるのです。日経ネットワークでネットワーク技術を身につける方法は、こうした記事を読むだけではありません。本種と連動してご利用いただける e-learning もあります。対象となる記事の全文をデジタルマガジン形式で読め、さらに、 その記事をより分かりやすく、より深く学べるように、動画や音声、追加解説を用意しています。定期購読者の方は、特集1の一部を無料でご視聴いただけます。e-learning では、確認テストを用意しています。これは、本詞の最終ページに掲載した確認テストに、さらにいくつかのテストを追加したもの。本誌掲載の確認テストの答え合わせもこちらでできます。このように、 多彩なメディアで情報を提供する日経ネットワークをよろしくお願いします。